ワンビットハート。ナナシ君は焦っていた。アイラちゃんとせっかく海に来たというのに、全く今までイチャイチャやっていないからであった。大丈夫かな。おっ、アキラ君おるだよ。どうしたアキラ君、こんなところでお前待っとって。お前あれ、アキラ君どうしたアキラ君。絶対海に着ていくような服装じゃないぞそれ。厚着よお前。お前もしかしてお前もナナシ君に盗聴器仕掛けとったりするお前。ナナシ君の周り結構ストーカー多いんじゃないのかお前。うんよう、お前か。最近よく会うな。ポリスさん知らない？ああ、あの犬？そうそう。何か人を探してるって。そんで手伝ってたんだけど、それで向こうに行ったぞ。飼い主か？抱き上げられて目の前から消えた。あっちの方だね。ありがとう。アイラさんはナナシさん好きですか？いきなりどういうこと聞いてんだよアイラちゃん。そんないきなり聞くことじゃないぞお前。ん？どうちでもねえな。はあ。まだよく知らねえし、好きも嫌いもまずそっからだろう。土星論。アイラ君土星論出てきましたね。でも、大体の人は最終的に俺から離れるよ。嫌われてんのに攻撃されたりしないんだ。あ、最初はあったけど、なんかそれもすぐなくなったかな。へえ、つまんねえことをするやつは大体自分がつまんねえことを気づいてないんだけどな。あ、アキラ君どうした？なんかすっごい土星論的なことを言ってるよ、アキラ君今日君。どうした？どっかで頭をぶつけたん？どうなんだろう。お前なんでそんなことされてんのか気づいてねえの？俺がクズだから。そうか。そうじゃない？いやー、クズのやつと比べりゃお前いいやつだと思うけど、なんだろう、なんかそういうのじゃねえ気がする。あれだ、幽霊みたいな感じだ。さあと、明らかくんひどいこと言うんじゃないの君。生きてるのになんかあれ、存在しそうで存在しないみたいなやつ。未知の生物ですかね。ああ、そんな宇宙人とかそのあたり。それ鈴宮春氏がすっごい興奮して興味持つやつやなお前。SOS 弾が出てくるぞお前。それはちょっとかっこいいかも。でもそれどうすれば人間になれるのかな。妖怪人間ベムみたいなことを言い出したんだお前。宇宙人ってどう相手も宇宙人だろう。無理じゃね。なるほどな。じゃあ俺もう帰るわ。探しもん頑張れよ。ありがとう。ポリスさんあっちですね。そうだね、向こうに行ってみようか。はーい。どっちだ。矢印で方向を教えてくれ。どっちだ。こっちか。あ、おっただ。あ、ナナシだ。ナナシ助けてくれー。やっと合流できてね。何してるの？イチャイチャしてんだったら俺も混ぜろよ。水臭いやつだな。ポレテは戻りたいって言うからグニグニしてた。何やったったで全然戻らねえんだ。まったく三段立てで。俺としては戻らんでもいいんやけどな。というより、なんで入れ替えられたんだろう。とねえ、江口、実験って言ってた。その実験について何か知ってることはある？ん？人間は操れるかどうかの話？すごい物騒なことやってんなあいつ。人間は操れるか？うん、江口そんなことを言ってた。どういうことでしょう。そのままの意味だとは思うけど、脳波とかに直接干渉して思考をジャックするとか可能です。かなり難しいけど、エズさんの言う通り天才なら何でもできそうだけど、今は管理プログラムもあるし、結構厳しいと思うんだけどな。可能性があるなら、催眠術とか、精神的なところから攻めていくものだけど。それも管理プログラムの保護対象ですよね。うん。精神状態も安定させることもできるみたいだからね。そういうテレビ番組とかも全然見なくなったし。おう。そういや最近、テレビとかで催眠術披露しますみたいな、そんな番組見なくなってきたよね。俺がテレビ見んだけかもしれんけど。管理プログラムを超える超強い催眠術をかけることができるなら、まあ不可能ではないよね。ちょっと待て。ということは、俺たちは入れ替わったと思い込んでいるだけってことか。だとしたらなんだこの、それはそうあってほしいな、俺としては。だってさ、こんな喋り方した女の子ってなんか嫌やもん。こっちのポテテが、今のポテテがさ、女の子の元の人格だとしたらさ、あんな喋り方する女の子がおるってことだろ。それは嫌だわ、俺としては。催眠術なら。じゃあ、思い込めば元に戻るってことだな。催眠術なら。よーし、やるぞ、ワンコ。このポテテちゃんさ、すごい人懐っこい感じでさ、僕好きです。戻らねえ。ポテテちゃん、でもこの女の子のポテテちゃんの方はさ、このままのポテテちゃんでいてください。思い込めば催眠術は解けるのですか？どうなんだろう。俺、そっちの方は詳しくないし。やっぱり、エズさんで詳しく話を聞くしかないと思うな。どこにいるです？わからないよね。端っき仕掛けとけばよかったかな。そいつはさっきまでどこにいたんだ？あそこの海、砂浜だよ。なら俺をそこに連れて行け。匂いが残ってるかもしれねえ。なるほど。あ、今ちょっと気づいたんやけどさ。この犬のポテトの中身が元は人間の方もポテトだとしたらさ、やっけに犬としての嗅覚を使いこなしとるなって感じがするな。ポテトすごーい。元はお前の能力だよ。というか、人間ポテトちゃんは犬としての能力は失ってるの？鋭い。いいところに気づいた。匂い薄い。足遅い。人間から犬になった方がやばそうだな。手足が短いし、全部臭くてかなわねえ。ま、今はいっか。行こう。匂い消えちゃうとやばいし。ワンワンはーいっていうおのおのの返事を元に。ナジ君は元の砂浜に行きます。ここか。おお、来た来た。ここです。ね。ここで待て。どうです？すごい香水をとっぷりつける系の女の人が来たような匂いしてますか？なんかムカつく匂いがするな。多分これか。ムカつく匂いだなんだお前。なんだムカつく匂いって具体的にどういう匂いだよお前は。エズさん一人しかいなかったので、多分その匂いで当てるかもしれないですね。いいや、他の匂いもするが。他の匂い？そりゃあ、さすがにずっと一人ってことはないでしょうから。違う。知ってる匂いがするってことだ。知ってる匂い。誰の？これ誰だったか。くーん、なんか、水臭い。ここ、海ですし、当たり前なことは言わないでよ。それとは別だ。ポエテ、戻るな。お前だってその体嫌だろう。面白いもの食べられるし別にいい。そうだよ。女の子のポテテちゃんはそう言ってるぞ。俺はこの可愛らしいポテテちゃんのままでいてほしいな。この幼女ポテテ。俺はダメなんだよ。まずお父さんやお母さんにはどう言ってるの？ポテテ、お母さんもお父さんもいないよ。さらっとかわしいこと言うなよお前は。小さい時待っててね。違う犬さんに助けてもらったの。野良犬だったの？野良犬？人と生活はしてなかった？うん。初めは人間さんのところで、次は他の犬さんと暮らしてた。犬だと人の言葉とか理解できないと思うんだけど、そのあたりはどうしたのかな？エズチ教えてくれた。そのあたりも含めて実験をしているのかな？じゃなくて、今犬の方のポテトさんに聞いたつもりだったんだけど。あのことなら心配はいらねえ。どうせあっちだって心配してねえからな。あ、人間の方のポテト、めっちゃ人間関係、めっちゃ親から目離されてんのな。お前何かやったの？なんか嫌な親に、ところに生まれたんだな。かわいそうに。と、言うと、俺はよく家出をしていた。あの日だって、家へ飛び出してぶらついていたんだ。複雑な家庭環境なんだな。とにかく、伊豆さんを探しましょうよ。戻りたいんですよね。おう。とりあえず、伊豆さんが実際お二人に手を出したのは事実だと確認できていますし、また入れ替えることできるはず。よっしゃー、ケツ噛んでやるぜ。ポテトも、ちょっと待って、女の子の状態でケツ噛むとかちょっとやめて。ちょっと、そう、なんか、他の人から見たらそういうプレイだと思えて仕方ないよ。危害を加えるといろいろ面倒なことになると思うので、やるなら話を聞いた後でお願いしますね。おうよ。よっしゃー、いつつさん、どこにおるんだ、お前は。こっちか。こっちなんか。おったし。すごい簡単に見つけてしまうし、何してんのその体勢で。なんだお前。クラウチングスタート切ろうとしてるな、お前。50メートル走とか出るわけでもないのに。いたぞ。目標発見です。なんだ貴様ら、騒がしい。とっとと俺を元の体に戻せ。何度も言ったが、その必要はないと言っただろう。貴様は思考まで犬並みに落ちたのか。またもうちょっと詳しく話を聞くって可能ですかね。俺から情報が欲しいのならば、貴様もそれ相応の情報を渡せ。何か知りたいことって、もしかして、僕のプライベートとか知ろうとしてるんですか？やめてください。僕、男の人は興味ないんです。ある。ハッカーについてだ。ハッカー興味持ってるな、あんた。あんな、前の話からハッカーに結構興味持ってるな、絶対。わかりました。またそんな感じで話しましょう。話を聞いて元に戻れるのか？それを確認するための作業でもあるので。ならさっさと済ませてくれよ。頑張りますので、ハッカーについての情報をまとめて、話題の確認もしておきます。まず、ハッカーについての簡単なまとめと、ハッカーの目的、これで大丈夫かな？よっしゃー。操れるか。そして、ウイルス、オリジナルらしい。心が読めない。ハッカーは何かしらの対策をしている。予報アプリ。はい、いいか。ハッカーの目的。一致していない。よし。なし、頑張れ。チューしてあげる。マジか、チューしてくれるの？じゃあ俺めっちゃ頑張っちゃおう。まずお前がハッカーの目的を阻止する理由は何だ？だって人の体乗っ取って危ないことしてるんですよ。それが何か問題が？常識の範疇を超えた迷惑は犯罪ですよ。なるほどな。しかしハッカーが人の意識を乗っ取れるということは事実のようだな。エズシさんも似たようなことしてますよね。してるな、確かに。乗っ取るどころか入れ替えちゃったもんね。もしくは、自分を入れ替わったと思わせることもしてますよね。どっちか知らんけど、今のところ。その話をするのは、俺がそれ相応の情報を手に入れてからだ。はーい、自己中ですね。自己中ですね。この話について今は聞けないな。じゃあもうちょっと話を聞こう。多分情報を振ったら聞けるようになるとかそういう話でもないか。やってますよね。やけん、まあまだちょっと情報足らんかな。話を聞こう。そのハッカーというやつが、どのような方法で意識の乗っ取りを行っているのか、わかるか？別途方に干渉してるっていうのはわかるんですけど。管理プログラムというのはセキュリティガバガバなのだな。一応そうかなってだけで別の手段で乗っ取ってる場合もあるとは思いますけど、まあやるならビットフォン経由の方が楽だろう。というよりどの方向からでも管理プログラムが邪魔立てするはずだからな。深くてもうじゃあ話を聞こう。そのハッカーというやつらの目的は？それはわからないですね。ならばそのハッカーの上にいる人間は？それはほぼいると考えていいと思います。いいか、メタル発言をしたら君のいとこだよ、奈良くん。なるほど、黒幕となる人物がいるのだな。もう一度話聞いてみよう。でも今やってることからあまりいい目的とは言えませんよね。貴様からすればそうかもしれないな。そのハッカーの上にいるという人物がまず同じ目的で動いているのか。そういえば前にその話を聞いたような。きたー、これだ。さっきも見たよ、これ。一致してないようだ。そうだ、その上にいる人、黒幕とは目的が違うってハッカーが言ってました。ようだな。ハッカー自らが？はい、そうか。ならばそうそうだろうな。何が？そうする？もしかしてカップ麺にお湯入れてました？ 3 分経ちました。食べていいですよ。ちょっと伸びるのもちょっともったいないですし。裏切り者だ。裏切り者？そろそろってなんだ。ああ、そうか、内部でいろいろ反発し合って裏切り者が出るかもしれないみたいな、そういう感じか。ちょいちょいよく聞くやつかな。わーお！いたー！ふむ、大型予想通り、さすが俺様。今の何ですか？びっくりしちゃうじゃないですか。先ほど言った通り、そのハッカーたちが上の人間に反発、裏切ったということだな。だよんてタイミングが良すぎませんか、ハッカーさん。ハッカーさん、ちょっとこっちの会話聞いてたでしょ。今のタイミングやったら、今のタイミングがジャストだな、みたいな感じでタイミングで裏切ったでしょ。まずその上にいるという人物。管理プログラムに干渉できる点から、その管理プログラムを組み上げた本人か、もしくはその禁変者の可能性が高い。鋭い！組み上げた人間だよ。そしてハッキング、管理プログラムを元に組み上げているはずだ。でなければ、あんな回帰的なプログラミング言語を理解できると思えない。エズさんもハッキング衝動したんですか？まあな、あれを全て解析するだけでも人生の半分を消費しそうだったからやめたが、やっぱりだいぶ複雑なんだ。中途半端な発見をすれば捕まるしな。やるならば完璧でなくてはならん。まあ大江戸様に無理だったんだ。愚民ができるはずがない。しかしその愚民が管理プログラム全てに干渉できる力を手に入れたとしたら、それで目的が違ったなら大江様でも持ち逃げするさ。逃げ道があればな。ということは、さっきのは大げさに言えば全人類にハッキングしようとしてるのかもしれない。その前兆だろう。すごい大雑把なことしてるな、このハッキングの裏切り者は。全人類にハッキングで大雑把だろお前。それとんでもないことじゃないですか。この世界の人類は俺のもの、俺のものも俺のもの。あらかじめ喧嘩をふっかけておいたからな。あいつなら、まず俺様孤児を狙ってくるだろうな。来たー！ほら来た。俺もちょっとビート来たんですけど、狙われてる。奈良くん、奈良くんも対象。おう、どうしました？あ、そうか、アイラさんは、アンドロイドだから、この対象から外れるのかな。なし、つらい？貴様らのビット法は、ほぼ飾りのようなものだからな。影響はない。しかし、お前は感染の被害が出ているのだろう。とばちりー。俺の方が怠慢で勝負を挑まれているからな。貴様のウイルスを取り除いている暇などない。貴様自身でどうにかしろ。はい。あ、もうどうにかするのは俺の役目なんだけど、プレイヤーである俺の役目なんですけどね、ナナシ君。あだからもう自分が頑張ってますよみたいな感じで言うのやめてもらえませんか。ちょっと、俺の労力、ねぎらってほしいんやけど、俺も一緒に、アイラさんと海行きたいんやけど、一緒に行かせてもらっていい？だったら、更衣室とか覗き見て、エッチです、節計さんみたいな感じでビンタされたんやけど。これ、アイラちゃんちょっと胸あんまり大きくないからな。むしろ俺が育ててあげたいという感じであっても、過言でもない。まだ続く。大体な、なしくん、最近まで友達おらんかったくせになんでいきなり海に来たんだ。不条理だ。新候補生ってやつがかかっとんだ。ああ、羨ましい。羨ましいったら羨ましい。まだ続くん？もうそろそろ話すことなくなってきたけど、フリートークの時間なくなってきたんやからな。まだ続く。長いな。ハッキングの規模はでかいな、おい。Z、Z、X、C、X。まだ続くん。てか、矢印ないだよ、今回。矢印って言ったらポンポンいけるのにさ。よっしゃー来た。そうか、そうか、そうなったわ。おいよっしゃーようやくであります。終わったエズさんは静かにしろ。集中が途切れる。あ、ごめんなさい。あ、すいません。風でものすごいスピードですね。ここまで来ると気持ち悪いレベルだな。エズジ、何してるの？ハッキングバトルってやつかな。おお、すごいな。ブラッディーマンデーや。ブラッディーマンデーを思い出すな、それ。うん、あいつ程度片手で十分だ。兄に勝る弟ならいないからな。すごい情報量。多分キーボードのスピードがルルーシュ・ランペルージュとかそのあたりなんだろうな。はあはあって言ってたな、今。さらっとはあはあって言ってただろ。やはりあちらは知り尽くしているもので、こちらは一部しか解析ができなかったものだからな。ハンデにしては大きすぎたか。大変そうですけど、楽に勝ってもつまらんからな。楽しませてくれるなら、とことん楽しむ。どうした？不可解なことが起きた感じになってる。今、またビーンときましたよね。あいつの動きも止まったな。誰だ？つまらんちゃちゃを入れたのは、興ざめだな。おっと、裏切り者には制裁を加えられる時間が来たかもしれない。あ、ちょっと帰らないでください。聞きたいことがあるんですって。なんだ？なんでブリザさんたちで実験をしているんですか？俺も人の意思を完全に乗っ取れるかには興味を持っていたからな。それと、ポジティさんたちとの何の関係が？もしかして幼女を対象にしたかったとか、対象は幼女であってほしかったみたいな。幼女を選んだのかお前、もしかしてロリコンなのか？違う。ふと思っただけだ。意思を乗っているのであれば、その別の個体との意思をトレードできるのではないかと。だからやったまでだ。どうせ素行不良の愚民だ。石ころと中身を入れ替えたところで、誰も困らんだろう。待ってエズさん自身からも、管理プログラムは解析できてないし、だからこそ干渉することも難しいって言ってましたよね。ああ。じゃあ、どうやってそんなことを？それは前の話だ。それに、その程度のことなら、一部解析できれば、頭の足りない人間と、犬を入れ替えることはできる。さっきのハッキングバトル。あれは関連プログラムについて一部しか知らない程度だとあっさり負けちゃいます。あれこれ、ナナシ君じゃないんか。ナナシ君、ちょいちょいどっちの言葉で、どっちの喋り方で読めばいいかわからんときがある。いや、弟がそのハッカーというやつのメンバーだと分かったのでね。弟のビットフォンから、PC から、何からデータを抜き出して、その管理プログラムの解析に関する情報を得たということだ。なるほど。エズさんのお名前は？なんだ、もう一度自己紹介をしろというのか。仕方ないな。俺様がナスガイズチ。天才だ。ナスガ。嫌い君って人の血縁者ですか？いや、今さらもう見た目ちょっとそうじゃないかなって分かってほしかったな、ナナシ君。なんでアニメのキャラってそういうところなんか鈍感なんだろうな。そういうことになる。なんかいろいろ合点って読むんかこれ。合点が言ったというか。もういいな。どうせこれ以上答える気もない。俺様は帰るぞ。というわけで、これで納得できましたか？戻す方法は、やっぱりそうなるわな。そりゃあ、それを聞きに来たんだ、ポテトとしては。あれ以上、本当に答える気なさそうでしたし。なんだ、戻りないなんて感情はあるのか。当たり前だろうが。女の子としての方が、犬より女の子としての方が生きやすい人生だからな。ふん。あ？うん？ピリッとした？やはりな。その犬が幼くはあるが、人並みな思考を持ち合わせてしまった。なんだと？ふむ。解析をし直してプログラムを組み直そう。何？情報は手に入った。時間？知らん。それなりにはかかるだろうな。というわけで、俺様は去る。待ってー！エンジ、バイバイ！おっと、ちょっと喋れるようになった感じ？一応、戻れるのですから、いいのでは。あ、戻してくれるって言うよ。だから、遠回しに戻してくれるって言ってるのがあれば。そうだな。アイラ、疲れました。ね。そうじゃあ、また海で休憩する？アイラ、海、好きです。おお、ようやくアイラちゃんと、イチャイチャできるかな、海で。誰も邪魔が入らないようにしてほしいな。バレても、お、君も来るか。じゃあ、3P だな。やめよう。この話はやめよう。もう、いいか。ああ、お前は来ないで。お前は来ちゃダメだ、お前は。お前は、俺のハーレム。ダブルハーレムには、来るな、お前は。やったぜ。ようやくアイラちゃんと、イチャイチャできるぞ、全然。次のパートは。